どうも、ともハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日やっていくのはこちらです。黒い箱、見ていきます。はい、見ていきます。この箱の中身はね、超高額なカードゲームサプライズ品なんですよ。ついに出ちゃったかみたいな。おー、超高額なデッキケースです。そのお値段いくらだと思う？超高額デッキケース。まあデッキケースって言ったら普通は簡易なもので1個200円ぐらいから、まあ豪華なものでも1個ね4000円とか5000円ぐらいは今までもあったんだけど、今回それより上の金額です。なるほど。ズバリ1万5000円です。ブブー、1万5000円じゃないですか？もっと安いんですか？もっと高いです。もっと高額です。正解は2万5800円です。高いよね。高デッキケースですよね。高いんだ。メーカー希望小売価格の時点で2万5800円と。その高額デッキケースを本日はじっくり見て皆さんにお見せして、僕のセレクトショップ通販ハッピー商店で取り扱うかっていうのを決めていく動画になります。そんなわけで、直接チェックしつつ皆さんにお見せしていきたいと思います。レッツ開封。はい、ということでこの箱の中にねデッキケースが入ってます。実際に商品としてもこの箱に入ってくるようなこと言ってました。ということで開けていきましょう。まずは勇気を体験をありがとうございます。こちらが2万5800円のデッキケースです。ドドン、ちょっとオレンジの感じですね。ここダメージがつきづらいようにね、緩衝材の不織布っていうんだけど、これ多分薄めの不織布に包まれていきます。せーの、ドドン。はい、こちらです。そうなんです、こちら本革製デッキケースということで、まず外観から見ていきましょう。基本的にはその無地のシンプルなデッキが一つ入るサイズですね。ここがちょっと丸くなってて、この蓋の部分が丸くなってて、あとはここもちょっと丸いカーブになってて、基本は直線ですね。直線の組み合わせになってますと。っていう外観、非常にシンプルですね。画面で見るよりも肉眼で見るともうちょっとオレンジ色に近いような落ち着いた色というか、ちょっと画面だと明るくて黄色っぽく見えてると思うんですけど、もうちょっとオレンジっぽい感じです、実物は。さあ、でここが、マグネットボタンですね。マグネットボタンこんな感じで、まあ開け閉めはいい感じですね。開け閉めだけで言えばこれよりなんか開け閉めしやすいデッキケースは4人いっぱいあります。マグネットだけの方が正直開けやすいかなと。マグネットが内側に入ってるタイプの方がなんかいいかなと。これここの穴と穴がうまく噛み合わなかった時にこうちゃんと閉まんない状態、こうなるっていう感じですね。これはちょっと良くないかなと思うんで、見た目的に、でも見た目的にこれが内側に入っててピタッとくっつくと、今度は内側で開けた時にデッキ側に出っ張りができちゃうんで、まあ、トレードオフですよね。ちょっとデッキ側出っ張りがないとも言えないから、少しこのマグネットの出っ張りがあるから詰めすぎると危険かもしれない。はい、ツルツルしてます。内側は革じゃなくて、この本革じゃなくて多分何らかのこう貼り合わせてる素材なのかなっていう。これもなんか革っぽい手触りなんだけど、また違う革なのか違う人工の素材なのかちょっとわからないですが、外側は本革、確かにプレミアムな感じはしますね。その本革ならではの手触りと大きめのね目がいい感じです。まあ、このボタンはおそらくその革財布をイメージしてるのかなと思いますね。革財布のようなデッキケース
に感じるよね、なんかね。だからこの機能性っていうよりはこの革財布っぽさみたいな、こう外にもボタンが出てる場合が多いけど、革財布だったらあんまり使ったことないんだけどね、人気ですよね。じゃあちょっとねデッキを入れてみましょう。これね独特の開き方わかりますか、なんか皆さん。このフェラーリのなんかウィングドアみたいな感じで独特の開き方してるんですよね。こう折れた方が機能性的にはいいんだけど、こう開いた方がかっこよさはあるから、これはなんか特徴的だなって、テーブルの上で目立つんじゃないかなって思いますね。まずはマジック・ザ・ギャザリングのダブルスリーブされたモダンのデッキを入れてみましょう。はい、あ、ちょうどいい、ちょうどいいですね。ちょうどよくて隙間も空いてて、トリプルスリーブもいけるかなって感じですね。トリプルスリーブだったらこれにアウターまでかかっちゃったらこれでもういっぱいだと思います。サイドボード、ポケモンカードだったらもうこの地点でもう十分、十分ですね。この地点十分ゆとりある。マジックザギャザリングサイドボードあるんですよ、15枚。これを入れてみましょう。これ入るか、あ、ちょうどいい、ちょうどいいです。 MTG のサイドボードありまで OK。 長い仕切り板はちょっと入んないかなっていう、これは入んない代わりにスタイリッシュさを得てるんで、まあそこはちょっとご理解くださいみたいな感じですね。逆にその仕切り板以外は上に隙間がすごい空いちゃうことになるから、こんぐらいあれば十分っていう感じで、でスッと出てきますね。なんかツルツル素材なんで、統率車線なんかの100枚デッキには適してません。うん、何をイメージすると近いかっていうと、使ったことない人ももちろんそっちでもいると思うんだけど、アルティメットガードさんのサイドワインダー式のデッキケースの形と大きさに近いです。どうなんだろうな、これ25,800円か、高額っすね。高いっすね。高額っすね。いや、いいとは思うんだけど、これ誕生日プレゼントとかでもらったら嬉しいか嬉しくないかでいうと、とっても嬉しいんだけど、使うしカードゲーマーだから、めちゃくちゃ嬉しいですね。どういうシーンで購入するかだよね。まあでもこの中に入れるデッキがさ30万とかね、中には100万円超えるものも世の中にあるわけだから、まあ入れ物にそれぐらい使ってもいっちゃいいよね、使い回せるしね。まあデッキのカードはその時しか使わないってものもあるけど、これしばらく使えるもんな。結構長いこと使えるんじゃないですかね、いろんな、どのカードゲームでもどのデッキでも、そのマジックの統率者戦とか以外はそれこそ。ちょっとここで商品の特徴をいただいてたんで、それ読んでみましょう。本革製プレミアムデッキケースメモ、アピール強み、一番の強みは経年変化です。すごいね、経年劣化じゃなくて経年変化っていう言葉も。そうだよな、その普通は劣化していくんだけど、年が経つにつれて変化していくっていうのが強みだって。素材にこだわり、バケッタ800という脂肪が美しいタンニンなめしのイタリアンレザーを使用しているので、長年使用していくと味が出て色も濃くなっていくところが他素材との一番の差別化になります。バケッタ800という脂肪が美しい、ちょっと待って、脂肪が美しい、脂肪って何、この脂肪ってこれかな、この模様のことかな。全て手作業で製作しており、革を垂直に縫うのはミシンではできない。またそれによってケース内を直角にできるのでスリーブが傷まない。あー、なるほどね、さっき思ったことか。これをその縦縫いしてることで中に、まあ、変なのが できないってことだよね。中に何もその縫製がない状態だから、スリーブが引っかかるところがないから傷まないとのことですね、うん、こだわりが感じられるのは、なんかこの制作者の方が革が好きなんだろうね、革製品が。で、全ての部分を革で裏張りしているので床面からポロポロと繊維がついたりしない。だからこれをあれだね、貼り合わせしないと、この裏がなんかなんだろう、トレーナーの裏側みたいなさ、革から細かくポロポロ出るじゃん、はい、こっちにだから別の革を合わせてるからポロポロ出てこないと、はいはい、いうことですね。で、紳士小物と並べても遜色のない高級感。確かに、そう、紳士小物あるな、紳士小物僕ないです、紳士小物はい、僕が持ってる精一杯の紳士小物持ってきました。これね、名刺ケースです。スマイソンの
メッシュケース、イギリスのブランドですね。ちょっとカバンの中でペンアートついちゃったけど、これ革ですね、革製品、紳士小物、紳士小物ですね、これも、まあ、こういう感じで、これもまさに裏張りしてあって、確かに遜色ないわ。てかこっちの方がでかいわ。これちなみにいくらぐらいかっていうと、ずっと長い間よく使うんで、ちょっと名刺ケースぐらいはいいのをしようってことで、確か35,000円ぐらいだったね。これね、高くね、こんなちっちゃいのに35,000円よ。高いですね。メイドインスペインだからね、そのスペインとかで作る高いよね多分。ちょっとこれと比べて、確かに名刺ってカードじゃんね。カードを入れるものに35,000円使ってるわけだな、そもそも。ここにそのカード入れ、しかもこれカード収納枚数でいうとこっちより全然少ないものにで、中身も別に、まあ人脈を値段と考えなかったら、紙自体はカードゲームのカードが高いじゃん絶対。まあそうですね、その合計価格っていうか、なんかそう考えるとすげえお得に感じてきたわ。あとはあれだよね、その一応一個触ってて思うのが、隕石がこれ原骨隕石だとして、隕石がこうタグ状に落ちてきてドーンってなったらさ、このなんていうの、こっち例えば逃げられないとして、こうドーンってなったら、ほら見てこれ、ほら曲がってるから、これカードワンチャン、そのプレイ中に隕石落ちてきたらやばくない、この柔らかい分。確かに柔らかいのは気になる。その隕石はちょっと極端なあれだ。まあ隕石っていうか、その誰かじゃあ隣のさタグのやつが喧嘩しだしてさ倒れてきて、その指輪でガッシャーみたいな、それ別にプラスチックでもいくか。そうですそうだ、カバン詰め込みすぎてる時になんか圧迫されてこうなる可能性とか一応あるよね。だから上の方に入れた方がいいですね、カバンの。なんかなんていうの、中でその変に定規とかカッターとかさ、なんか硬くて尖ってるものに力がかかる形で下の方でこう押されたら危ないかもしれない、ワンちゃん。とりあえずそういった部分で制作の際こだわった革製品であるっていうね、ことがお食事されました。正直これが欲しい人はそんなにいないと思う。俺はそんなにいないと思います。僕はちょっといいなって思ったけど、割合としてはやっぱりデッキケース 25,800円、手作りとかいい革使ってるって聞いたり、その紳士小物の高級感あるやつと比べたらっていうの、 25,800円は別に納得できるんだけど、需要がないんじゃないかなっていう、個数で言えば。これが欲しいって思うのはおそらく100人中1人とか2人とか。僕も好きだし、サンプルもらったからとりあえずこれしばらく使ってみようかなって思うんですけど、自分がこれサンプルじゃなくて25,800円出して実際自分のために買うかっていうと、今の僕のカードゲームプレイすることができる頻度だとそんなに多くないんで、動画の時メインなんで、やっぱりいろいろ結果10人に1人ぐらいになるのかなっていう、実際購入検討者が 1%、 その中で購入する人が10人に1人、つまり全カードゲーマーの 0.1% ぐらいが実際に買うに至るんじゃないかなみたいな。でもその商品をこの動画だったりハッピー商店とかツイッターで、この商品をそもそも知るっていうことが、それも10人に1人ぐらいだと思うから、1万人に1人が買うとか、それで使用感が良かったら2個目3個目買うかもしれないけど、そういう類の商品だと思いましたね。正直僕は好き。うん、これにお金出す人はいると思うけど、すごく割合は少ないと思う。ただ25,800円の商品を1万人に1人が買ってくれた場合、まあ、日本にどんなに少なく見積もっても100万人はカードゲーマーいるんで、そうすると100個は売れますよね。100万人の1万分の1だから100個は売れる、100個は喜ばれるってことだ。そうするととりあえずそのいきなり100個は無理だけど、やっぱ仕入れてみたいなって思いますね。ただこれは自分がその例えば前職のハレルヤの社長だったら気軽においそれとは仕入れられないけど、ハッピー商店としては、喜ぶ人いるなと思ったんで仕入れさせていただきますということで、概要欄からもう買える状態になってると思うんで、ぜひ皆さん、購入希望の方よろしくお願いします。いやー、しかしこの商品入荷検討動画さ、あれだね、
1回目はカードスリーパーだったじゃん、はい、スリーブに傷がつかな、あ、カードに傷がつかないようにスリーブ入れ、特にはインナースリーブにできるやつだったんですけど、前回に引き続き2回ともなんかオール達成というか入荷決定で、なんかナッシングが見たいね、ナッシングみたいな、これ扱ってくださいって言われて、はい、いやこれはさすがにごめんなさいって見たいね。あーカードゲーム関連だったらやっぱりなんかちゃんと商品のメリットもデメリットも伝えれた上で自分の正直な感想も添えて、欲しい人が買うっていうもんだったらなんか入れてみよっかってなっちゃうもんね、カードゲームだとね。もちろんカードゲームの商品でもいいんですけど、それ以外の商品でも全然いいんで、ハッピー商店で自由すぎる通販ショップっていうのでやってますし、僕のセレクトショップ通販なんで、僕が気に入ればどのようなジャンルの商品も置く可能性があるんで、ぜひねこの商品取り扱いどうですかっていうのがあればツイッターなどでご連絡ください。ということで、この本革製プレミアムデッキケース、概要欄から買える状態になってますんで、欲しい方はぜひハッピー商店にご注文お願いします。チャンネル登録、動画の評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。